もうちょっと経ってから始めますが、とりあえず CDR 持ってきましたので、プレゼント用の、気がついた方はもう1年以上通ってるという方ですね。曲名見てありゃって、ね、これちょうど1年前ぐらいと同じなんじゃないのみたいな感じで、全く同じでしたね。まあですから返したいって人は返してくれて結構です。こんなのいらねえよ、1年前にもらってるぜっていう方は返してください。マヌシにあげますんで、おはすにお目にかかりますという方に。まあということで、今日は京都でまたおしゃべりを、そして、音楽、まあ映像、いろいろ絡めまして楽しくやっていきたいなと思ってます。で、今聴いてもらってるのは非常にかわ、あの楽しい曲なんですけども、 Joy Over Toy、ここにある、アナログ版は昨年だったかな、一昨年だったか、再発というか、リリースされたものなんですけども、まあレーベルが違うんで、片桐君に寄せるとなんかそういうのはリプロとかいろいろリリースとかいろいろあるんですが、まあいずれにしても再発されたアナログ版です。で、今聴いてもらっている曲はまさにこのタイトルの Joy Over Toy Continue という、 Joy Over Toy は続いていく、そういう、A 面の1曲目のナンバーなんですけど、そのケビン・エアーズが、亡くなったということを司令から、メールで知らされ、そして実際に、ネット見たら本当にそういう状況だったので本当にびっくりしましたが、このね、なんかこう68歳、非常に自分が62になったばっかりで、6歳違うと、まあどのくらい違うのかわからないけれども、でもまあ若いですよね。うちの両親が90と85で全然元気なのに比べりゃ本当もうね、全然元気ね、いてほしいのに亡くなってしまった。まあその事情が詳しくわからないですが、ミュージシャンを早死にするっていうか、こうやってね、亡くなる方、日本でもそれから海外でも本当多いので、ちょっと寂しい気持ちになっちゃったりしますけど、でもこうやって音楽が、残した音楽が聴けたり映像で見れたりするので、まあそれがまあせめてもの慰めという感じではあるんですけれども、まあ、今日はだから最初にまずこのケビン・エアーズを、まあ、追悼というかね、まあ忍ぶような形で、何もここで皆さんに黙祷を捧げてくださいまでは言いませんけども、まあそれぞれ胸の中でいろいろ彼のことを思ってあげていただきたいと思うし、また全然彼のことを知らないっていう人はこれを機会に彼をことを知って、音楽聴いたりそれから映像見ていいなと思ったら、ぜひCD 全部もちろん出てます、復刻してますから、これアルバムだって出てるくらいですから、ぜひよろしくお願いしますね。あ、じゃあダルス君ちょっと僕にドリンクを、はい、いつものやつお願いします。はい、という感じなんですが、じゃあじゃあそろそろね、始めちゃいましょうか。で今日は、基本的にはやっぱりロックのルーツということで、まあ、基本的にブルースとかそういうのもあるんですけど、一番太い幹がブルースなんですけども、その辺をまあ、オリジナルとカバーとかをこう聞き比べたり見比べたりっていうような感じでするような感じですけども、全部がそうというわけではないですが、まあそのような風に見てもらえれば、大元にあったものが、その後どういう風に受け継がれて今に音楽に宿っているか、その精神が宿ってないものもたくさんありますが、そういうことを、まあ、ちょっとお勉強がてら楽しもうと、へんてこな画像もあったりするんで、なんか結構面白いかなと、そういうのもあります。それではまず最初にケビン・エアーズの、僕が一番好きな曲と言ってもいいくらいの曲なんですけども、まあ、バナナムールっていうアルバムとしては
と これよりもずっとこれがデビュー、トイドオフザジョイボーのトイがデビューアルバムなんですけども、その後に73年ぐらいに出てるアルバムで、シャウティングインザバケットブルースっていうのがあるんですけども、それのなんか、スタジオライブセッションみたいなのをやってるので、それをじゃあ見ていただきたいと思います。それではお願いします。Get too drunk, feel so goddamn low. I have no place to go, no one to turn to. I think about your loving arms, where I'd like to be. But selfish as can be, and I know it.ケビン・ヘルゼ、はい、ご覧いただきました。その当時ということでね、まあ、70年代の、まあ、中期ぐらいの彼のやっぱり一番輝いた頃といっては、まあ、ご本人には失礼かもしれないけれども、でも実際そうだよね。で、まあ、最初はもちろんケビン・ヘルゼはいきなりケビン・ヘルゼとしてポンと出てきたわけじゃなくて、僕らが知るのは、ソフトマシーン、ゴングという、まあ、いわゆるカンタブリ系と呼ばれる音楽の一つの流れがあるんですけども、イギリスの方での、そういうところから出てきて、まあ、最終的にソロになって、ソロで、いろんな人と、要するに、まあ、そういうカンタブリ系の人たちも含めてですけども、っとより、まあ、多様な人たちとも組むようになって、だからジャズだとか、ロックだとかっていう、それ境目があまりないような音楽を、彼自身は作ったりして、フォークソングみたいなものもあれば、ラテン系のものもあったりするんですけども、非常にだからそのバックグラウンドが、彼自身のバックグラウンドがすごく広かったんじゃないかと、いうことは言えるんですけど、初期のギタリストはバンドはゴングでつながっていたスティーブ・ヒレジがね、弾いてるものが多かったんですけど、後に、オリュー・ハルソール、オリハルソールもタイムボックスっていうバンドから出てきて、パトゥーに入ったりしながらいろんな変遷を経て、まあ、イギリスのロックシーンに大きく、まあ、寄与するんですけども、 とは言っても大きく寄与するといってもほとんど多分オリハルソール知らない人の方が多いと思うんですけど、まあ、でも、まあ、そういう素晴らしいギタリストだということが言ってことは確かだし、実はですね、話がまた横にそれますが、そのオリー・ハルソールの件で、僕の、まあ、友人の一人で、バンドもやってらっしゃるゲンバ・ボナニーズっていうバンドが実は、豊田というか、愛知県の方にあるんですけども、そっちの方の出身のバンド、まあ、非常にベテランのもうパンクバンドですよね。もう20年以上30年ぐらいやってるんですよね、あの人たち。そのバンドのボーカルの吉瀬太郎さんという方がいるんですけど、その太郎さんがなんと、私の個人的なすごいファンだということが、今から十何年前かに会った時に、楽屋に呼ばれて告白されましてですね、大西さん、実は僕、大西さんがラジオ若い子玉をやってた頃からのファンですとかなんか言われて、ってそれってすっごい昔ですよって言ったら、分かっております、キングクリムゾンとかかけておられましたよねとか、なんかだって太郎君パンクなのにどうして、そのいやだから僕もそれまではパンクは全然知らなくて、大西さんがあれで初めてピストルズかけた時に髪切ったんですよ、それでパンクになっちゃってこういうふうに今なってますって、だからある意味人生の責任取ってくださいみたいなぐらいのことまでは言われませんでしたが、でもそのくらい、大西さんに、まあ、影響を感化されたというようなことを、まあ、伺って、それ以来あのメールでやり取りさせていただいてるんですけど、この間いきなり去年の夏ぐらいでしたかね、秋ぐらいだったかな、メールがいただきまして、この夏私はイギリスの方にちょっと出かけてまいりましたということになってて、で自分の音楽と歴史の担保ですみたいなことで、なんか3週間近くも、イギリスの方に出かけていて、しかもロンドンとかじゃなくて、
ほとんど田舎の方を回ってきたらしいんですけども、南部の方を回ってきて、もちろんあの、政権伝説のねある、うん、そういう本、まあ湖水地方も含めてですけども、それでなんかね、オリハルソルの自宅まで行ってきましたって。僕でさえオリハルソルの自宅がどこにあるか知らないんですが、オリハルソルの自宅まで行ってきたということで、あったかどうかは書いてなかったんですけどこの人すごいマニアだわと思って、今だから話をしてついふと思い出したんですけども、まあだから、現場コナニーズの人が、多分現場コナニーズを見に来る人は多分ほとんど 99% がパンクのファンだと思うんですけど、そこで彼がその話をしても多分 100% 何を言ってるかわからないっていうのは多分ことだと思うんですけども、これがまあセックスピストルズのスティーブ・ジョーンズの生まれたところに行ってきましたくらいだったらみんなからイエーって言われるかもしれませんが、オリー・ハルソルの生まれた家に行ってきた。そう、俺でもびっくりですよ本当に。どんだけ好きやねんって感じでいうようなことですが、まあ今日は長くなりますので、この辺にしておきます。ではね、まあでも、今から、ご覧に入れるのは、ライトニング・ホップキンスです。でライトニング・ホップキンスもちろん、有名なブルースマンで、もちろんそこは活動してる時期は結構長い間、活動しましたよね。30年代ぐらいからもう60年代70年代ぐらいまで多分活動はしてたと思うんですけども、でもそのまあ結局最初は誰でもそうなんですけど、ブルースっていうのは黒人しか聞かないもんなんで、黒人の間で、評価されて、それが大体50年代の後半ぐらいからロックンロールがまあ人気出てきて、いろいろまあエルビスが出たりなんだ出たりすると、その音楽のベースにはだからルーツミュージックとして、ゴスペルとかが教会音楽とか、あるいは一部黒人音楽なんかも含まれるなんていうことが言われたりすると、まあ中にはですね、好きな好き者なアメリカの研究家がですね調べたりして、じゃあ元の曲はこれはニューオーリンズなのか、それとも何なんだろうということで、デルタの方へ行って、ミシシッピーデルタ、有名な綿花の栽培地帯でしたけども、そっちの方まで出かけてって、聞き取り調査なんかしてね、昔はまだテープレコーダーなんてないですから、紙に書いたりして、それどういう人だったんだろうとかって写真とかありますかみたいなことを探して、発掘されるわけなんですけども、まあ、それがだからデルタブルースの歴史っていう一連のアルバムなんかにもね、それはあれは確かオリジナルに出たのが60年代の初めぐらいじゃないかと思いますけども、僕が買ったのが大体そのくらいでしたから、60年代の僕は後半に買いましたけども、そういうような形で、まあ、音源化されてどんどん白人あるいは世界中に知られるようになっていくわけなんですけども、でだからここら辺にも出てくるアーティストも出てくる映像っていうのはだから結構もうその初期じゃなくて最低でもまあ中期とか後期なんですよね。で、ライトニングは最近またピーバインからすごい CD がドドドと出たりしたり、あとそれから他のメーカーからも出てたりします。ですから結構今手に入れるのは割と比較的簡単です。で一番有名なのは多分ロックファンからすると RCA から出た60年代のライトニングっていうのがあるんですけど、緑色のダブルジャケットだったんですけど、当時アナログで、それで彼の絵が描いてあるんですけど、それにはモジョハンドが、例の有名なモジョハンドのエレクトリックバージョンが入ってるんですけども、実はまあ本人はそのエレクトリックバージョンは、まあ、本当は気に入ってなかったとかっていう逸話もエピソードも残ってるんですけども、いずれにしても、じゃあまずライトニング・ホップキンスを知ってもらうために、2パターン、アコースティックでやってるのと、じゃあエレキでやってるのと2曲続けてじゃあご覧ください。それではよろしくどうぞ。
I'm gonna fix my woman so she can have no other man. なんか帽子の被り方が最近どっかで見たりということあるような外遊してきた麻生さんこちらがこっちですよ。やっぱり暑いのは巨人の一人、もういっぱい巨人がいるんでね、大変なんですけど全部紹介するのは。でもまあ僕も好きなアーティストの一人で、実はまあ僕はもちろんエレクトリックの頃から聴いてたんですけど、で今のああいうアコースティックなんか、実はあの後から聴いたんですけど、そんでまあそれでも最初の頃はやっぱりエレクトリックの方が全然よかった。いやさっきの映像のエレクトリックじゃなくて、もっと前の、もう少し前の60年代ぐらいのやつで、あのバンドのメンバーも全員黒人のやつなんですけども、それがすごい結構良かったんですけど、ま、あので一人で弾き語りのやつは後で聴いて、なんかこうやっぱりちょっとパンチ不足だななんてその頃思ったんですけど、まあ今こうやってしてみると、当時それこそブルース同好会愛好会の方々が、まあ、僕の周りにたまたまいらっしゃいまして、ね、日暮さんとか、あと鈴木さんとか、がいらっしゃって、小野くんやっぱりオリジナル聴かなきゃダメだよなんて言ってたのは、なんとなくようやく分かるような年に、40ぐらいでなりましたね。それまでやっぱり全然20代の頃とか、まして10代の頃なんか全然そんなの聴く気にもならなかったんですけど、やっぱり聴いてるとやっぱり人間変わります。じゃあここでちょっとだけ、レコードをちょっと大変だと思います。こういうバンドがこういうことをやってるっていう例なんですけど、ライブになってます。やってるのは、ゴールデンカップスです。ゴールデンカップスのライブがあるんですが、まあ、編集版なんですけども、このゴールデンカップスがやってるこの曲、当然ご存知ですよね。The Wait、オリジナルはザ・バンド。で、そっちをちょっと、じゃあ。こっちがオリジナルなんですけどね、もちろん。
彼らのデビューアルバム、ザ・バンド、ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク、中がこういう風になっていて、メンバーと要するに、彼らが拠点としていた本当ピンク色のスタジオを兼ねた住まいの周りにいる人たちですよね。その人たちを集めて記念写真撮ってるんですけど、はい。まあこういうのもだから、まあ一つのそのまあ今僕が言ってるそのルーツどのこのということじゃなくないかもしれないけれども、まあいわゆるカバーして、知られるようになる、僕らがちょうどそのバンドがこの出た頃には直接はまあ今とは事情が違うので、バンドがやってると仮に知ってたとしても、すぐには音源とかが手に入らない、輸入版なんてなかなか手に入らない時代でしたから、だからグループサウンズの人たちがやってくれてるのを聞いたりしながら、あ、これがそうだ、その曲なんだっていうようなことを、まあ、逆に彼らが教えてくれて勉強になったわけですよね。だからそういうようなことは、まあ、世界中のいろんな地域でそういうことが多分行われたと思うんですけども、日本ではグループサウンズっていうのは僕にとってはだからある意味大事な教材っていうとね失礼かもしれないんですけども、お手本だったわけです。だからオリジナルは見られないけれども、それをカバーしていろんな聴かせてくれるっていう意味において非常にありがたかった、存在意義が十分にあったというね、ただまあ、タイガースがテンプターズが、ビレッジシンガーズが、ね、そういうまあいわゆるミーハー人気とかっていうことじゃなくて、やっぱりオリジネーターを教えてくれたのが、グループサウンズっていう意味においては非常に大きかったということなんです。そのようなことも含めて、今日は、お話を進めていくんですけども、はい、それでは、続いてはボディドリーのボディドリーからノットフェードウェイありましてということで、まあ、ボディドリー何回もここでは何回も、聞いてると思いますけども、また違う映像です。それではボディドリーをご覧いただきたいと思います。Watch the technique of Bob Diggley!人気ですね、ボイドリー。もう喝采、女の子から黄色い声援を受けてましたけども、やっぱりね、自分たちの好きなストーンズだとか、いろんなバンドが彼の曲をカバーしたりしてたから、そうやって人気が出たのかもしれないっていうか、むしろそうだと思うんですが、しかしああいう編成でやってた頃もあるんですね。女の人がギター弾いてましたもんね、いつも普通だったらコーラスだけなのにギターまで弾いてましたけど、ブラックベルだけじゃないんだっていうことで、そういう人がいっぱいいたと、いっぱいはいなかったもんね、いたということですけど、で、実は、まあ、ノットフェードウェイというよりも、ノットフェードウェイの、まあ、原型がやっぱり彼がやっぱりやったものだろうと、これも完全に誰が考えてもそう思う。で、実際のところ、ノットフェードウェイは、もちろん違うんですけども、まあ、でもバディ・ホリーがもちろんやった曲なんですけども、バディ・ホリーのバージョンは前どっかで、何回かご覧に入れたので今日は割愛させてもらいましたけども、バディ・ホリーのバージョンもあります、 YouTube には。ただし演奏してるところがないんですよね、BG で流れるだけなんですけども。さて、それでじゃ あ今の Not Fade Away、やってる人ではやっぱり Stones でしょう。じゃあ Stones の
バージョンをご覧いただきたいです。もっとファイダワイ、ファイダワイ、ロンドン、ロンドン名前。さらっとした感じで、スタジオで実際には演奏してくれたわけですけども、彼らの初期のアルバムを見れば、まあ、彼らに限らないんですけど、イギリスのいわゆるブリティッシュビートと呼ばれた当時の60年代のビートグループのアルバムを見ると、まあオリジナルもありますけど何曲か、ほぼ半分ぐらいは他人の曲ですよね、カバーですよね。それがだからブルースであったりリズム&ブルースであったり、またあるいはそうでない、ポップスだとかカントリーだったりもする場合も、あるんですよ。基本的にはほとんど、まあ、半分以上はブルースでしたよね。そういうようなことで、今聞いてもらったんですけど、続いてね、はい、今度ティーボン・ウォーカーっていう人がやはり黒人のミュージシャン、ブルースミュージシャンで、非常にどっちかっていうと、もうこう完全に、さっきの、ボイドリーなんか、あるいはそれからその前に最初に一番最初に紹介した、ラティン・ホップキンスなんかとは違って、もう少し完全にモダンブルースと呼ばれる、まあ、シカゴあたりのいわゆるシカゴブルースと呼ばれるような、以降のエレクトリックな感じでやってる。そういう時代の人なんですけども、ですから、まあ、年代的に言うともう40年代とか50年代以降の完全にデルタブルースから離れて、北部が、まあ、北部にブルースの拠点が移った以降の人たち、人なんですけども、で、It's Call Me a Blue、そう、ストーミーマンデーブルースだから、そうですね、Call Itストーミーマンデー、これがストーミーマンデーブルースの、まあ、いわゆるいろんな人がやってますけども、一番有名なのはやっぱオールマンブラザーズだと思うんですけども、それのオリジナルっていうかネタ、元ネタちょっとじゃあご覧入れたいなということで、ご紹介します。But tears is just as bad. Call it Stormy Monday. Tears is just as bad.ストーミーマンデーブルースなんですけども、なんか大きなフェスみたいなところでやったのか、ニューポートかどっか、多分そういうところでないかと思いますが、まあこれを、まあ、いろんな形でだからアレンジして、いろんな人が、まあ、その白人の人たちが、まあ、だいたいさっきから、まあね、見てて分かると思うんですけど、やってる人は黒人だけどお客さんは圧倒的に白人ですよね。もうそれはもう、オーディエンスがそういうふうに変わってきて、要するにもう黒人が黒人の前でやるってことは当然これは普通日常あるんですけど、それはそういう場所も当然あるし、
実際にそのシカゴの街だとか行くとそういう、ライブハウスというかジュークジョイントとか呼ばれるのところで飲んだり食ったりしながらそこであのライブがあったりするんですけども、その場合はもうほとんどお客さん黒人ばっかりなんですけど、でそういうところになかなか白人の人行けないということで、あえてだからあのそういう席を設けるというとおかしいですけどコンサートみたいな形とか、あとはショー、テレビショーに呼んで紹介するっていうような形で、ですからまああのそういう意味ではテレビの果たした役割、あるいは、まあ、当時すでにラジオもそういうものいっぱいかけてましたから、ラジオの果たした役割っていうのは非常に大きい、ものだと思うんですよね。今の本当に、パソコンなんかと同じくらいっていうかそれ以上当時はもっと大きなショックがあったんじゃないかと思うんですけども、いずれにしても、まあ、生で見るよりいいものはないので、実際にそうやって見られるっていうことになると、まあ、キャーキャー言いながらも多分、なんかそういうの見た、ね、女性あの、10代の女性の中にきっとボイトリーの印象がずーっと残るのかもしれないなと、思います。まあいろんな人がいるのですけども、続いて、まあ、これはあの映像が面白いってことと本当は、違う曲を探したんだけど違う曲だとレコードが回ってるのしかなかったんで、I'm a King B という曲を作った人が実はこのスリムハーポっていう人なんですけども、レコード回ってる曲だったらあのうちでこっちでレコードかけても同じだったんで あえて持ってこなかったんですけど、 Stones が I'm a King B っていう曲を早くもカバーしてるんですけども、そのだからストーンズは本当にいろんな曲をどこで知ったのかわかんないですけども、まあ、ブライアン・ジョーンズとかがかなりなあのブルース2だったっていう話も聞くし、もちろんミック・ジャガーも大好き、キース・リチャーズなんかも好きだし、まあ、全員が大好きだったということで、多分お互いにこれはいいんじゃないか、これはいいんじゃないか、これかっこいいぞ、これだってうちでもやってみようみたいなことは言ってたと思うんですけど、で、その一つが I'm a King B なんですけど、それがちょっと映像ないんで、Scratch My Back っていうスリム・ハーポの曲、スリム・ハーポという人もなかなかユニークなブルースマンだったんですけども、それではちょっとだけ映像をご覧ください。踊りが出てくるというだけのものですけど、微妙にスローになったりしてうまいじゃあうまいよ、これは完全に作ってる映像ですよね。50年代60年代かけて活躍しました。だって、で次ちょっとね、聞いてもらいますけども、今からあるアーティストのある曲をかけますが、どのくらいわかるでしょうかっていう、まあ、ちょっと、クイズみたいな感じなんですけど、はい、それではいきます。はい、大体分かったっていう方はいますか。これ、なんていう曲で、誰がやってるか。お、本当にみんな知らないですか。まあ、年代的に言っても知らなくても無理はないんですけど、当時のことながら。でも、50歳以上ぐらいで、ずっとロック聴いてたら、多分、もうすぐにピャッと分かっちゃう。まあ、一応タイトルを頭にもすでに言ってますから、いきなり歌い出しが、
ビューティフルデライラって、ビューティフルデライラ、かわいいデライラっていう曲なんですけど、これやってるのは、はい、こちら、キンクスです。キンクスのデビュー版ですでにもう、オープニングナンバーに、取り上げられてる。すごいっすよね。まあこれカバーいっぱい、めちゃんこ入って、ロングトルショーティーから、まあユーリアリーガットミも入ってるんですけども、キャディラックとか、もう、とにかく、まあ、カバー、もうオンパレードなんですが、今のは、そしてオリジナルはなんと、当然のことながら、あの、ギターのあの感じ、チャラッタチャチャラチャチャトゥンダトゥンダトゥン、メイベレンタツチャチャと同じですよね、基本的にね。チャックベリーですよ。もうチャックベリーはもういろんな曲をか、もうどんどん書き散らかして、それをみんなが集めて、カバー、寄ってたかってカバーしてましたから。そんな、チャックも後半に登場します。それでは、今度はですね、はい、ジョニー・フッカー、この人も有名なブルースギタリストでシンガーです。で、まあ、モダンブルースのやっぱり父とも言うべき、人なんですけども、それでは彼の有名な曲、ブーンブーンという曲がありますから、その曲をまず聴いてもらいましょう。よろしくお願いします。ジョニー・フッカー。多分ですけど、イギリスですね。イギリスのやつだと思うんですけども。はい、すいませんでした。あ、大丈夫ですか、大丈夫です。先生、なんかお腹の調子悪いらしいんですよ。ね、お腹ほんと調子悪いとよくないですからね。僕もしょっちゅうね、よくやられてますけども、本当に皆さん、健康には気をつけないといけません。はい、そんなことはどうでもいいですけど、じゃあ、まあ、今だから、まあ、オリジナル、オリジネーターですよ。でも、まあ、ずいぶん、まあ、後期ですよね。まあ、着るものも良くなってるしね。やはり、まあ、ある意味では、恩恵、どっちにも受けたね。白人の側も受けたし、当のミュージシャンも発掘されたというか、見つけられて、まあ、出る機会が多くなって、まあ、もちろんギャラも良くなったりするんだろうし、まあ、どっちもどっちっていう感じだったと、まあ、幸福な時代だったのかもしれませんが。さて、それじゃあ、このカバーいっぱいされてるんですけど、いろんな方がやってますが、代表的なのはアニマルズなんですけど、じゃあ、アニマルズのバージョンのブンブン、ご覧ください。はい。アニマルズ、あ、これショートバージョンだね。このステージ用に、このショー用に多分、アレンジし直したんだね、アラン・プライスが。そういう感じで後半がちょっと違いましたからね。短くなってました。まあ、でも、あの、シェイキン・ベイビー、シェイキン・ベイビーってね、それこそ言い屋さんじゃないですけど、シェイキン・ベイビーをやったのは彼らが最初。だから、最初のオリジナルのね、ジョン・リー・フッカーのところにはそういう部分がなかったでしょ。あれやっぱりもっとだから刺激的な感じでいこうっていうことで多分アレンジし直したと思うんですけど、あれがだからひな形になって、後のバンドの人たちはみんなこのバージョンを元に、やってるわけなんですけども、それでは、最近のでもないですけども、ドクター・フィルグッドがやってるバージョンのブンブン、これももう見事です。わ
高いね、ウェルコム。のボーカルによって、リーブリローが、ハーモニカを担当する。でもこれは、オリジナルにかなり近い忠実な、あ、忠実とも言えないけど、オリジナルをベースにあくまでもは、ジョン・リーのバージョンにね、歌詞なんかもアニマルとは違ってましたもんね、ですからこちらは割と、正統派というと、まあ、語弊があるかもしれませんけど、きっちりジョン・リーの、バージョンやっていたということなんですけど、でついでにじゃあね、やっぱりもうちょっとやっぱり、ドクターフィルグと、かっちょいいの聞いてみたいな、見てみたいななんて自分が勝手に思ったので、勝手にやっちゃいます。もう一曲続けて、ご覧ください。 I can't tell という、これはまあオリジナルではありませんけども、これも I can't tell もカバー、もともと有名になったのは、彼らが尊敬していた、イギリスのバンドか、もちろん彼らもイギリスのバンドなんですけども、その前にやったジョニー・キッド&パイレーツがやってた曲なんですけども、その曲をやりつつオールスルーザーシティかな、それをやってます。それでは、もう一度ね、Fuck again. いえって感じですよ、本当にね、ウィルコは頑張ってますが、まあ、ボーカルのリーブ・リオさんは、まあ、とうの昔に亡くなってしまいましたからね、本当に残念ですけども、あの2人がいて初めてだったんですけど、まあ、途中でね、実際のところは、まあ、あまり仲が良くなかったっていうかな、どういうわけか分かりませんが、途中でウィルコ・ジョンソンがね、ドクター・ラフィル・グッドから離れる形でウィルコ・ジョンソンバンドっていうのを作ってしまって、だからまあ両友並び立たずなのか、まあ、キャラの配分なのか、女の取り合いなのか、まあ、いろんなことが取り出されますが、とにかく途中からは別々の道を入って、ドクター・フィル・グッドはね、ジップ・メイヨとかいろんなギタリスト、その都度ハイヤーして、活動を続けてましたけども、現在もドクター・フィル・グッドは活動を続けてますね、もちろんメンバーはオリジナルメンバーじゃないんですけども、さて、そういう感じで、まあ、やっぱりルーツとそれからそれをカバーして、あるいはそれを、再構築して生まれたロック、基本はやはりでもブラックミュージックにあるんだよっていうことがよくわかるんですけど、次もそうです。ロッキンニューモニアイナブギウギフルー、これ日本タイトルなんて言ったかちょっと自分ちょっと忘れちゃったんですけど、ロック天国、ブギウギ天国違ったかな、なんか
こんな長いの絶対あれだよね、ありえないよね。日本のタイトルでロキンニューモニアイナブギュウギュフルってそのまま読ませることは当時としてありえないことだったので、まあ、これヒューイ・ピアノ・スミスという人のオリジナルの、まあ、いわゆるニューオーリンズサウンドのまあ、騎手として、有名な人ですけども、その人がやってる、これはオリジナルです。それではそれをちょっと聞いてください。はい、これ多分ね、映像なかったと思うんだよな。イメージ映像で我慢してくださいね。映像がなかったんですけども、まあ映像なかったというか映像あるんですけども、まあ、本人の映像ではなかったんですけども、これがオリジナルなんですよね。で、こういった曲があって、初めていろんなまあ人がカバーするんですけども、確かエアロもやってたような気がするんだけど、まあ、いろんな人がやりました。で、一番有名なのは僕もよく使ってますけども、ジョニー・リバースなんですけど、ジョニー・リバースが LA レゲエというアルバムが、70年代に発表になりますけども、それが多分入ってて、それでシングルカットも多分これされたと思うんですけど、それで結構ヒットになったんで、よく覚えてるんですけど、それでは、今の曲ブギウギフルーね、それで、ジョニー・リバースのバージョンでご覧いただきたいと思います。やっぱりロックでやっぱりちょっと聞きやすくできてる。ちょっとスワンプな感じになってるし、もう全部有名な人たちばっかりし、メンフィス・ホーン、60年代から活動してますから、いやー、ブチって切れちゃうのはちょっと無粋ですけど、でもね、ジョニー・リバースのバージョンで、聞いてもらった。まあやっぱりこっちの方が聞きやすいっちゃ聞きやすい気が、まあ、しますね。でもどっちもオリジナルがあったからこそできてることは、まあ、事実なんですけど、で、ニューオリンズ系のものっていうのもいわゆる、一口にブルースといってもいろいろなんですけども、まあもともとは西アフリカのあたりから奴隷で連れてこられた人たちが、始めたというね、で、最初にまずあの奴隷の、まあ輸入の港とかで言うとおかしいけど、輸入地っていうとおかしいですけど、まあ大体ニューオリンズのあたり海外の港に着いてから、なんか集積情報みたいなね、人足良さみたいなのがあって、お前はあっちだこっちだって買われて、まあ、まあ植えられていくわけなんですけども、でそこのニューオリンズの街にもでも居つく人もいたりするわけで、別にその商売やるわけじゃないんですけども、でも必ずしも全員が綿花畑に行っちゃってるわけじゃなくて、まあそこで仕事をして、まあ、次第にその音楽とか、自分たちのアフリカから、まあ、トライしてきた自分たちの音楽、まあ、その一世代で簡単にはいかないんですけど、何世代をかけて、音楽を自分たちなりに構築してきた人たちがいて、それが、まあ、いわゆるニューオリンズサウンドと言われるようなものに、まあ、成熟していくわけなんですけども、まあ、ニューオリンズってもともとフランスの領土だったじゃないですか。フランスからニューオルレアンですからね、オルレアンの、オルレアンって言えば、まあフランスの地名じゃないですか。
それをだからあまああのニューオーリンズそれからルイジアナっていうのはもちろんルイ、14世だっけ、太陽あの人のところからあの付けられた名前でルイジアナとい う, うということなので、カナダに限らずフランスが持ってた土地っていうのは、まあ、アメリカ領に結構あるんですね。上下に散らばってっていう感じで、でまあたまたま、まあ、あのそういうフランス人のが、フランス領だったこともあったりしたんで、なんかちょっと違うあの他のアメリカの、北部だとか南部の農園地帯ともちょっと違う部分が独特の、まあ、パブ文化があったんでしょうねきっとね、そういったものがなんか入り混じって、まあ、クレオール文化っていうか、まあ、キッドクレオールなんていう名前ベタでありますけども、クリオールと呼ばれるようなその白人と黒人をわざと白人のくせに黒く顔を塗って黒人に似せて音楽をやるっていう人までそういうものまで生まれて、しまう。それこそシャネルズじゃないんですけども、クソズミ塗って歌ってましたみたいじゃないんですけども、そういうようなことはあったってことも事実なんですけども、その辺の詳しいことは私あの、じゃなくて本当は専門家に聞いてほしいんですけど、私は聞き返しただけなのでどこまで正しいかは皆さん保証の限りじゃないので、鵜呑みにしないでください。で、中で、代表的なアーティスト、まあ、何かもちろんロバート・パーカーとか、いっぱいいるんですけども、ーアーマ・トーマスとか、ね、タイム・イズ・オン・マイ・サイド、ブレイク・アウェイのオリジナルだったお姉さんというか、もう今やおばあちゃんで、今でもまだ現役でやってますけども、いろんな人がいます。で、プロフェッサー・ロングヘアっていう人もその一人なんですけども、長髪先生っていうことなんですけど、直訳するとね、どんな先生だったのか知らわかんないんですけど、プロフェッサーロングヘア、今でも CD は手に入りますので、ぜひゲットしてほしいんですけども、今日はビッグチーフっていう曲をちょっと聴いてもらいます。それではまずプロフェッサーロングヘアのビッグチーフから、はい。73って書いてありますからね、比較的もうごく最近のですね、ごく最近でもないけど彼としては最近の。する人が非常に多かった。さっきのヒューイ・ピアノ・スミスもそうでしたけどもね、そんなあ、まあ、ニューオーリンズのこれをこの、プロフェッサー・ロングヘアなんでかけたかというと、次のクラッシュに行くのに一応ジャンプ・パートナーという曲があるんですけど、有名なあの曲はだからプロフェッサー・ロングヘアがオリジナリティだという説が一番強い。他にもいろいろ説があってですね、あのプロフェッサー・ロングヘアがオリジナルじゃないっていう人もいるんですけども、まあでも一般的にはこの人だ、さっきのおじさんだというのが説なので、まあ一応見てもらったんですけど、まあとりあえず僕たちはクラッシュの方をちょっと見ていただきたいなということで、はい、じゃあ行きましょうか。これもちょっとね、映像を後からつけたもの。Thank you.
と長い曲でしたけども、でもこれをだからオリジナルが先ほどのプロフェッサーロングヘアがオリジナルだっていう説が非常に多いということで、まあ、いずれにしても仮にそれが違ったとしても、なぜ、こういうのを紹介しているかというと、クラッシュっていうバンド、まあもちろんそうなんですけど、クラッシュもちろん大好きです。もう本当に素晴らしいバンドだと、まあ、思ってるし、今でも昔も大好きです。で、彼らのいいところはやはり、いろんな音楽を取り込んでるっていうところがやっぱり、僕が一番好きなところで、果敢にいろんな自分たちのが気に入ったアンテナに触れたものをどんどん取り込んでいく。まあだからアルバムごとになんかこう違ったり、だから統一感が逆になかったりするってこともあるかもしれないけれども、まあロンドンコーリングぐらいまでは多少そういうのがありましたけども、でもそれ以降のアルバムはもう本当に、ちょっとある意味ではバラバラといったような印象のものもある。特にこのサンディニスタというのは3枚組ですよね。6面まで、レコードだとあるんですけども、その中に入ってる曲はもう本当に、もうまあ、音のなん音楽の、まあ、いろんなあの彼らの動機づけになるような音楽が全部そのままとりあえず やりたいからやってみたって感じで、完成形とは必ずしも思えないようなものもいっぱい入ってるんで、そこがだから改めて聞いてみるとサンディニスタってすげえレコードだなとつくづく感じた次第です。さて、お時間の方もだいぶ経ってきましたけども、あと少しです。この間、朝日新聞たまたま先々週ぐらいで、見てたら、土曜版の、東京版の、東京の土曜版のに、二つまあ、別冊みたいなのがついてるんですけども、そこで、歌っていうのページがありまして、まあ、一つの曲について、なんかこう、記者が取材をしたものが、こう、書かれたりするんですけど、そこにライカ・ローリング・ストーンっていうボブ・ディランの曲が紹介されてたんですけど、でちゃんと取材もきちんとされてて、その曲を、ニューポート、まあ、要するにディランにとっては彼にとっては最大のヒット曲なんですけども、全米チャートの中で、でもじゃあみんながあの曲を、支持したのかというとそういうことはなくて、彼はあれをバンド演奏っていうかロックバンドで演奏しましたよね。バックにバターフィールドブルースバンドとか、いろんな人たちを、まあ、スタジオとライブとはまた別かもしれませんけども、入れましたよね。入れてやった、まあ、やりましたよね。でオルガンがアル・クーパーだったりっていうのが有名な話ですけども、でそれ初めて65年のニューポートのジャズフォークフェスティバルに、で披露したんですけども、その時はもう大まあまあ反響はすごかったんですよ。だからでもほとんど8割ぐらいはもうブーイングだったんですよね。認めないと。要するになんでフォークフェスなのにエレキギターを持ってなんか最近のチャラチャラしたなんかエレキバンドみたいなのが出てくるんだみたいなことがあって、でボブ・ディランもそれ怒って、お前らなんかには何も分かってねえんだということで、昔みたいにずっとねアコースティックでギター弾いていいってもんじゃないんだみたいなことを言って、まあ本当に、喧嘩になっちゃって途中でぶっちて、ぶん投げて帰っちゃったっていうのが有名な話がありますが、まあ考え方の違いって言えばそれまでなんですけど、ピート・シーガーっていう有名なフォークシンガーの人が、ディランの後見人とそれまで言われてた人がそのイベントの主催者だと。その主催者が実は事務所の中で人と話してる、その映像も残ってるんですけども、なんか話してる時にいきなりエレキギターが聞こえてきてボブ・ディランが歌ってるってんで、誰がやってんだってことになって、ボブがなんかエレキで、ロックバンド連れてやってるぞってことになって、何ってことで飛び出してって、本当ボブ・ディランに袖から文句言ってるピート・シーカーが映ったりするんですけども、それとか見てると本当になんかどちらも頑固なんだなと、自分の説を絶対曲げないっていうか、イベントの最中なのに主催者が罵声を浴びせてるっていう出演者にね、そういうのすごいなと思いましたけど、だからそういうやってでも、まあそういうことがあって、のあのヒット曲でも、ボブ・ディランを、一躍メジャーにしたのはあの曲とミスター・タンブリンマンですからね。
そういうことを考えるとミスタータムリンも自分の曲じゃなくてバーズがカバーした曲によってボブ・ディランがこれは作者だということで、有名になったわけですから、まあどこでどういうふうに、ブレイクするか、またそしてその後前後の波風っていうのはいっぱい刺すんだなっていう一つの例なんですけど、それじゃあ、その首謀者の一人である、というか、まあ、一緒に付き合わされちゃったということなんですけども、有名なポール・バタフィールド・ブルースバンドフィーチャリングマイク・ブルームフィールドでボーン・イン・シカゴ、ちょこっとだけご覧ください。この単体で出てる時のギタリストのマイク・オール、あのブロムフィールドに、スポットが当たっているので、彼のコメントがこう載ってるんですね。はい、ということだったんですけど、まあまあ、番組は、まあ、多分続いたんだと思いますけども、まあ、ああいう感じでニューポートに彼らは単体でも実際まあ出てったんですよ。でもそれは別になんかそれで別に問題はなかった。ボブ・ディランがくっついちゃうことによってえらい騒ぎになっちゃったっていうね。だからそんだけボブ・ディランがいかに当時神格化されてたか、そのすでにね、その時点で、要するに、まあ、フォークソングの、まあ、貴公子というか、若い王様みたいな、もうみんなピート・シーガーとかの後を継ぐ人だと思ってたのが、いきなりエレキバンドをつけちゃったんで、っていうことになったんですよね。まあ、それまで好かれてたのが、今度は急に憎さ100倍になっちゃったわけですけど、それじゃあ、それでも懲りずにやったディラン、マギーズ・ファーム。見てください。今のはニューポートじゃないと思いますが、バックはね、明らかにポール・バターフィールド・ブルースバンド、まあ、マイク・ブルーンフィールドがギターをつけてました。まあそういうようなこともあって、だからまあこれは別にその、なんて言うんだろう、まああのルーツミュージックどうのこうのというよりも、だからそのまあ、まあ、フォークソングもその元を正せばずっと、まあ、はっきり言ってアメリカのカントリー&ウェスタンだとか、そういう方々ソングとかっていう、そういう、まあ、流れ物の歌とか、そういうの、あと各地に散らば民謡とか古謡とかいうものを集めてね、生み出したものだと思うんですけど、それを、まあ、尽力したのがピート・シーガーだったり、まあ、レッドベリーとかっていう人たち、まあ黒人のミュージシャンだとかいっぱいいたんですけども、まあ、それをだからボブ・ディランも最初デビューした頃はそういうものを歌って、ジョン・バイズなんかと一緒に歌ってたんですけど、それが、まあ、結局途中からエレキになっちゃったんで、行く道を違っちゃったから、いろいろな、まあ、軋轢が生まれて、まあ、でも逆に言えばそれが良かったんですよね。その後だってボブ・ディランそれ、もう本当に自由に自分の好きなことをやり始めて、まあ、いろんな素晴らしい作品たくさん現代に至るまで、残してますから。で、僕の好きなブロンド・オン・ブロンドっていう、アナログだと2枚組の、アルバムがあるんですけども、あれなんか本当に、エレキギターじゃなかったらないしね。サブタレニア・ホームシック・ブルースっていうの有名な曲だって、あれだってギターエレキギターじゃなかったら多分あんなにショッキングな感じじゃないと思うし、全部そうですよね。そんな感じが非常にします。
それではもうあんまり時間ないんで、じゃあ最後にチャックベリー聴いてください。19番目の、はい、やっぱり、じゃあ誰が一番まあ当時というかあの時代にね、50年代から60年代の若者、まあ日本にも若者いましたけど、日本の若者はそこまで直に音楽に、チャックベリーの音楽を触れてなかった人が大半だと思うのでですが、やっぱりイギリス、アメリカの若者、特にイギリスの若者は、アメリカのブラックミュージックに非常に関心を持っていたということで知られてますけれども、ですから、まあ、刺激を受けたんでしょう。ということで、チャックベリーのもう一番有名な曲を、最後に聴いてください。ということで、なんかまたバシッと切られましたけども、ね、もうちょっと丁寧に切ってほしいなって感じがしますが、さあ、ということで今日はまあルーツということでここまでね、どういう形でこうルーツが、ルーツじゃなくなって、なくなってってことないけど、こう、受け継がれて継承されて今の音楽に来てるかっていうのは、それの本当触りもいいところ。ほんのごく一部かいつまんでご紹介しただけだったんですけども、オリジナルの映像がもっといいのがいっぱいあるといいなと思うんですけど、だんだんあったりしてるのも結構ね、削除されてたりするのも結構多いんで、やはりまあいろんなやはり著作権問題がやっぱり絡みますから結構大変だと思うんですけど、それでも僕らめげずにいろんな映像を探したり音源をこうやって持ってきて皆さんに紹介しますけど、例えばビートルズが、たくさんカバーしてるんで、こういうアルバムもできちゃうんですよね。オリジナルズ、ビートルズ。ビートルオリジナルズっていうことですから、当然のことながら、ビートルズがカバーした曲ばっかりを集めた、まあ、アルバム1枚ですけども、まあ、いろんな曲、例えば、これとか。デジ・ミス・リズィ。他にもバッドボーイ、ボーイズ、アンナ、マッチボックス、スローダウン、カンサスシティ、ミスター・ムーンライト、アクトナチュラリー、ハニー・ドント、ワーズ・オブ・ラブ、エブリバディ・トライ・トゥ・マイ・ベイビー、などなど入ってる、まあ、他にもこの他にもいっぱいやってます、けども、まあ、このディズニー・ミス・リージー、僕ビートルズバージョンよく書けるんで、オリジナルはこのラリー・ウィリアムスだということを、まあ、皆さんに、こういうのを持っとくと、あ、オリジナル誰なんだってこと。基本的にラリー・ウィリアムスとかはいっぱい取られてるっていうか、この曲の他にバッドボーイ、それから、スローダウンも彼のナンバーです。ビートルズ、サポールかジョンかどうか分かりませんが、どっちかが好きだったんだろうね、このラリー・ウィリアムスを。ということで今日はこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。ここまで2時間近く本当にありがとうございました。また来月ぜひ遊びに来てください。解説、選曲、大貫健翔、そして、ヘルパー、ゆうし君でした。どうもありがとうございました。あとこの後はですね、ここをかけてですね、カチンのもうゴールドマインがありますので、宝物探しに皆さんも参加したい方はぜひこの後もいてください。はい、よろしくお願いします。